人の脳と男の人の脳の違いみたいなのもあるかもしれないんだけど、俺結構その俺の考えは、世の中がそういう風な雰囲気になってるから、そっちに寄るっていうのがあると思ってて、何例えば気を利かせましょう皆さんみたいな、女の人は気が利いた方が素敵みたいなのが世の中にもともとあったから、そっちに寄ってくっていうのがあるんじゃないかと思って、例えば血液型も俺そうだと思ってるんだけど、例えば大型の人は几帳面みたいなのもあったとした時に、先にその情報があるから、あ私は几帳面なんだ大型だからみたいなのが最初に刷り込まれて、だんだんそっちに寄ってくみたいな。ちょっと待って、それを言えばさ、私さ AB ずっといたじゃん、うん、変人扱いの AB で、だからさ AB は変人っていうのが先に あってでもそう、もしね今のその理論で言ったら、うん、私は AB でずっと27年間いて、うん、で血液の検査、妊娠して血液検査したら B 型ですって言われて、うん、そこで、でもその前からもう、うん、あの気を配りましょうっていう、っていうのが刷り込まれたとしたら、血液型はあの関係ないんじゃない、あのいや、ああ、分かった。血液型で今話したよね。血液型の話でよ、うん。A 型と B 型と O 型と AB 型があるでしょ。うん、例えばね、分からないけど、うん、AB 型は二面性があるって言ったとするじゃん。そんなのさ、みんなあると思うんだよ。だよ O 型も二面性あるし、A 型も二面性あるし、B 型もある、AB 型もある。でも、AB 型二面性があるって言われたら、そのみんなが持ってる二面性なんだけども、AB 型の人はより強いと勘違いするじゃん。勘違いするっていうか、そこを注目しちゃうじゃん。うん、だからそこが伸びていく。伸びて見える、伸びていく、まあ分かんないけど、で几帳面なんだろう、 A 型が几帳面だか O 型が几帳面だか分かんないけど、もしね O 型が几帳面だって言ってたとしたら、みんな几帳面な部分絶対あるんだよ、少し少なからず絶対あると思うんだよね、うん、言われたら、うん、そう言われたらそうかもしれない、絶対あるはずなんだけど、 O 型が几帳面だって言われたらO 型の人は自分のその几帳面な部分を強化してしまうというか、見てしまうっていうところがあると思う。だから男の人と女の人は、男はこうあるべきだ、女の子はこうあるべきだみたいなのが最初にあって、そっちに寄っていくみたいなのは俺はあると思ってた。まあ、それを話せば、あの男はほら昔よく言うじゃん、男は台所に入るべからずみたいな、あ女がっていう、女が台所に立つと、うん、で男は台所に来ないで、うん、指図で、うん、女がそういうせかせか動くという時代があったじゃん、うん、まあ、それ今はそれ全く通用しない時代なんだけど、うんうん、もこみち、もこみちさんとか、もこみちさん、料理が好きなもこみちさんとか、あの台所立ちたい人がさ、うん、いるわけじゃない、うん、だからまあ、あのそれで、ね、うちらのほら30、40、40、50とかさ、うん、40以上そうやって育ってるわけだから、うん、なくはねえと思うよ、うん、だからほら40の男の人が、あの一人暮らしをしなければ、うん、包丁握ったこともなければ下手すりゃね、うんうん、あの洗濯も仕方が分かんないとかって、もしかしたらお家の人が全部してたからさ、うん、ね、分かんないわけじゃん。あなたもそうでしょ、うん、だから、まあ、今はそういう時代じゃねえけど、うんうん、まあ、さその台所に立つの話で言うとさ、うん、なんかそれ考えると料理って女の人の方が上手っていうかさ、いうイメージあるじゃん、うん、でも繊細な料理を作るのは男の人なんだって、うん、あの手先が器用って男がって言わない、あれ言わない、分からん、なんか細かい、まあ人によるのかもしんないよ、うん、だけどやっぱりあの男はほら大雑把な、男料理って大雑把な料理で、うん、味付けなんて適当みたいなイメージもあるけど、うん、女の人だって大雑把な人もいるし繊細な人もいるし、男の人だからって大雑把な人もいれば、うん、すごいもこみちみたいにこう上手にこうやる人もいるしさ、うん、まあいろんな人もいるかも、全部思い込みなんじゃないかと思うよ俺。女の人はさ、やっぱ男の人に比べて指細いじゃん、ちっちゃく平均的に見たら、だったら繊細な感じするんじゃん、うん、けど料理屋とかラーメン屋とか行ったら大体男の人ばっかりでしょ、うん、和食屋さんはほら男の人が多いじゃん、うん、だからね、寿司屋でもさ、うん、あのこうあえて包丁をこうやって切るのがあってさ、うん、男の人の板前さんって、うん、本当になんで女の人がいないのかなってすごい疑問に思うぐらいですよ、うん、だからまあなんか思い込みっていうかそういう、うん、引き寄せの法則的な感じ、最初に思いとか考えがあってそっちに全部寄ってくみたいな感じな気がした。